入るにはあの崖を渡らなきゃいかんようだ。ねえ、落ちちゃわないよう気をつけろ。落ちたらおしまいだ。エイト、いつ破傷風の注射をした？笑えるね。よし、入ったぞ。何がある？なんかひどいことがあったようだ。船地打ちだらけでスープが。何だって？これはどこで手に入れたんだ？ゲルマンの英雄さんよ。どうやら黄金には近づいてるようだ。なぜわかる？大量のスペイン金貨がポケットに入ってるクルーがいた。だがコインには見たことのない造幣局のマークが入ってる。本当か？ドイツのお仲間には秘密があったみたいだ。なるほどね。船長室に着いた。なんと船長もいる。どういうことだ？ああ、殺されたみたいだな。めった刺しにされて、はあ、嫌な船だ。ああ、気味悪いな。
財布は？詰めて親父。まさか。信じられない。何か見つかったか？UK2642 UK2642 あった。どうした？サリー、信じられねえぞ。なんだ？最後のページが見つかった。本当か？フランシス教もドイツ人も同じお宝を追ってたようだ。その宝の在りかを示した地図を見つけた。ネイト、今度も無駄足になっちゃわないだろうな。今回こそお宝をゲットしなきゃ。俺は、なきゃ何？サリー、聞こえるか？サリバン、やばくないか？行くぞ。さあ、触るな。サリー、大丈夫か？私はローマンだ。あんたのことは知ってるし、聞いてねえ。随分と威勢がいいな、ビジネスの相手に。さあ行け。触るなって。手は挙げたままだ。挙げてるだろ。実は君の友人には貸しがあってね。それも大金だ。そんな時に君らの宝探しの話を聞いた。一生に一度のチャンスだというじゃないか。実に興味深い。だが前にもそんな話を持ちかけてきた奴がいた。嘘で固め口先だけ。私を騙そうとしてね。いや、おっさん、話が長えんだよ。ナバロ君、やめなさい。私もそろそろ我慢の限界が来たようだ。もちろん君があの中で何かを見つけたというなら、ことによっては私の気も収まるかもしれないがね。すまん、我々の会話は聞かれてた。地図を渡せ。ゆっくりだ。ドイツ軍の地図がエルドラドとどんな関係があるんです？あんなのがここにあるのは変だろ。ドイツ軍もお宝を狙ってた。その地図が全ての鍵だ。これで満足だろ？そうだな。だが私を舐めるとどうなるか。おい、やめろ、ネイトは関係ない。欲しいものはやった。弱い者いじめか？上等だぜ。それもそうだ。だがけじめだけはつけてもらう。じゃあ待て待て、いいかローマン、こいつは何も関係…おい！サリー！サリー！てめえなんてことを！銃は持ってるよな？もちろん。よかった、じゃあ行くぞ。
ず銃撃に巻き込まれる人ね。お前だって狙われてんだぞ。やつらがいた。離れるな。やつはあそこだぞ。とにかくこの場所は何なの？長くなるから後で教える。退屈しないわね。頭は下げとけ。すぐに攻撃してくるぞ。おい、こっちだ。おい、そばにいろ。
なに大人気なわけ？まあダメ野郎は俺に惹かれるらしい、ね、ダメってお前じゃないぞ。当たり前でしょ。記憶力はいいけど UK2642 覚えたか？ええ、何なの？ U ボートにあった座標だ。おそらくエルドラドはそこにある。エルドラド？問題はサリーを殺した連中もこの場所。くそ、スペイン人は宝を見つけてその地図の島へ持ってったんだ。それをフランシス教が追った。すぐ向かいましょう。私は番組を、あなたはご自由に獲物を追って。かかった早く。おい、これはバケーションじゃないんだぞ。お気遣いいただかなくても大丈夫。あなたには貸しもあるしね。そうだった。私たちは失われたエルドラドの秘宝を追って太平洋に浮かぶ小さな島へと導かれています。もっと近づいてみよう。俺たちが一番乗りだといいが。果たしてエルドラドの伝説はこの島に本当に実在するのでしょうか。待ち受けているのは何か。間もなく全てが明らかにされることでしょう。これで番組の視聴率もうなぎ登りだわ。今の一体何なの？対空砲火だと？最低だぜ！大変！火がついてる！カメラ回してる場合か！早く飛び降りろ！飛び降りるってパラシュートどこにあんのよ！探すなら今がチャンスだ！これってまだ使えるの？そりゃ飛んでみりゃわかる！あなたやったことあるわよね。もちろんだ。ただ飛び合い、5つ数えて紐を引け。さあ行け。ねえ、あなたは？今はまだ無理だ。先に行け。簡単だ。嘘だろ。